これから出発式を始めます。暑いんですが前の方へお願いします。出発式の平和行進にお集まりの皆さん、出発式を始めます。暑いんですが前の方へ来ていただいたらと思います。はじめにですね、東区元帥橋から池本さんにご挨拶お願いします。皆さんおはようございます。投資行進者の皆さん、大変お疲れでございました。今日が最後の行進ということになります。暑さはこれまで変わらず今日もね結構暑いんです。でも先月国連では核兵器禁止条約が採択されました。これは被爆者私たちが念願したね本当そういう核兵器廃絶の大きな一歩になると確信しております。でこの発行もですねこの年内にそれが、可能というかね発行されると確信をしております。ぜひこのことをね今日の、更新でしっかりアピールしてで元気に平和公園まで、皆さんが全員無事に、到着することを願いましてちゃんとねご挨拶します。とにかく待っていきましょう、歩きましょう。ありがとうございました。では今日、この最終の平和行進の団長を、務めていただきます、村上さんです。皆さんおはようございます。お疲れ様です。広島市の東区選出の市会議員の村上敦子でございます。今日は、5月の6日から始まった平和大行進の集結日、最終日でございます。一緒に、投資行進団の皆さんと一緒に、平和公園まで頑張って歩いてまいりましょう。よろしくお願いいたします。では続きまして、投資行進の方を、ご紹介します。岡山から青年リレーでの、更新を、してきていますサムエルさんです。皆さんおはようございます。僕はサムです。アメリカ人です。ニューヨークに住んでいます。19歳です。多分大学の2年生。私の専攻はアメリカの政治と日本語。Thank you so much for allowing me to march with you all today. ありがとうございます。よろしくお願いします。全ては、全部は分かりませんが、日本語だったのに全部は分からないという。でも、ニューヨークの大学生で、倉敷からでしたかね。岡山から、青年リレー行進ということで参加をしていただいているということです。では東京からの投資行進の西田さんを紹介します。皆さんおはようございます。私滋賀県から来ました西田と言います。いよいよ今日で最終日、やっと解放されます。いやそんなことはないんですけども、91日間皆さんともに有終の美を飾りたいなと思ってますので半日ですけどもよろしくお願いします。まさに名前の通り西田、西へ西へ西へ進んでやっとゴールの平和公園がちらほら見えています。今日は皆さんと共に一生懸命歩きたいと思います。さてこの91日間でしたが皆さんもご存知のように国連で4月7日に核兵器禁止条約ができました。画期的なことです。歴史が動いた。やっと被爆者と私たち平和行進者が待ち望んでいた核兵器禁止条約が国連で採択されるということが起こりました。しかし残念ながら日本政府はこの条約には参加もしてませんし
批准もしていません。しかし今現在16の特権知事はこの条約に賛成されています。この数をもっともっと広げていって来年には皆さんと共にこの核兵器禁止条約が日本でも批准されるような運動を作っていかなければならないと思います。それが今日からの第一歩だなと思っています。それと皆さんもご存知のように今年は日本国憲法ができて70年、そしてこの平和行進60年、70年の節目に日本国憲法9条が非常に危ないということで、最後に私いつも亡くなった笠木徹さんの平和の小弓を今まで220回歌ってきましたんで、また今日はドスコイブラザーズの人と一緒に歌いたいと思いますのでよろしくお願いします。平和の小弓。なんもない人々よ、歌え歌え歌え、私たちはピースオールマナークシンガーズ、生まれてから70年戦争せずに70年、私たちの平和の暦積み重ねてここまで来た。2番、歌の苦手な人々よ、歌え歌え歌え、私たちはピースオールマナークシンガー、戦争を放棄して70年、理想を掲げて70年、私たちの平和の暦、みんなの力でここまで来た。3番、ブラバラで一緒に歌え歌え歌え、私たちはピースオールマナークシンガー、地上と生きた70年、これからもまた70年、私たちの平和の暦、何がなくてもこれさえあれば、まずたゆまず諦めず、それ歌え歌え歌え、私たちはピースオールマナークシンガー、なんもない人々よ、歌え歌え歌え、私たちはピースオールマナークシンガー。ありがとうございました。皆さんと共に大切な憲法9条を守っていきましょう。ありがとうございました。まさかこういう歌が入ると思っておりませんでしたが、順番を出発式の順番を間違えたかもしれません。プログラムのまだ皆さん黙祷を捧げていませんので、黙祷を捧げてそれから行進の説明をしてスタートしたいと思います。慰霊碑の方をお向きください。黙祷。
お直りください。出発にあたり、更新の注意事項があります。はい、では皆さん、これから更新を始めます。全体は4列の、渋滞という隊列でお願いをします。ここの橋を渡ってですね、明け物通りへ出て、それを西へ進んでいくという例年と同じコースです。途中にですね、広島駅のすぐ東側の開かずの踏切のところは上を歩きます。それから、最初に間違えました、明け物通りをずっと行って最初東区役所に、行きます。そこで1回目の休憩、です。東区役所の区長さんがお出迎えを、していただくことになっています。それから、開かずの踏切を通って、今度は駅前大橋のたもとでもう一度、休憩があります。で最後はですね、電車通りを歩き銀座街入口から本通りを通って、本通りを抜けます。ここで宣伝カーとは分かれます。本通りを抜けてまた合流をして最後平和公園まで行くという、なかなか長いコースなんですが、皆さん水分補給、などをね、頻繁に行ってですね、最後まで元気に更新ができるように、ご注意いただきたいと思います。では、隊列を組みます。ここのですね通路のところに、4列で並んでください。お願いします。何で出発になったの？
Thank you.
一般人みたいな注射ねブロックここまで歩いてきたこの耳を塞いでも聞こえる声があるこの心閉ざしても溢れる愛がある羽ばたけ一瞬のうちに二
つの町を破壊しました。そしてその年のうちに21万人もの市民が尊い命を奪われました。かろうじて生き残った被爆者の皆さんは心と体に消せない傷を負わされながら再び被爆者を作るなと世界に呼びかけています。シュプリヒコール行きます。核兵器をなくそう。核兵器をなくそう。核兵器をなくそう。今すぐなくそう。今すぐなくそう。戦争は嫌だ。戦争は嫌だ。
核兵器いらない、政府は条約賛成を、政府は条約賛成を、安保法制なくそう、憲法を生かそう、九条を守ろう、戦争嫌だ、命が大事、基地を作るな、平和がいいね、平和がいいね、原発なくそう、原発再稼働反対、原発動かす政府はいらない、原発動かす政府はいらない、原発輸出の政府はいらない、原発輸出の政府はいらない、自然を守れ、自然を守れ、命は宝、命は宝、ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモアビキニ、ノーモア福島、ノーモア被爆者、ノーモアウォー、核兵器なくそう、核兵器いらない、核兵器なくそう、核兵器いらない、政府は条約賛成を、政府は条約賛成を、政府は国民の声を聞け、安保法制なくそう、安保法制なくそう、憲法を生かそう、憲法を生かそう、九条を守ろう、戦争嫌だ、戦争嫌だ、命が大事、命が大事、基地を作るな、基地を作るな、平和がいいね、平和がいいね、原発なくそう、原発なくそう、核兵器なくそう、核兵器なくそう、核兵器いらない、核兵器いらない、
からなく、すべての都道府県で核兵器禁止の願いをつないで旅しています。今から72年前の8月6日広島、9日長崎にアメリカは原子爆弾を投下しました。たった一発ずつの原爆は一瞬のうちに2つの町を破壊しました。そしてその年のうちに21万人もの市民が尊い命を奪われました。かろうじて生き残った被爆者の皆さんは心と体に消せない傷を負わされながら、再び被爆者を作るなと世界へ呼びかけています。皆さんこんにちは。原子爆弾禁止国民平和大行進です。平和を求める人なら誰でも参加できる行進です。当たり前全てお願いします。核兵器のない世界のために、一歩でも二歩でも一人前にしてオーダーお願いします。昼間を取り切ります。交差点内ですので毎日目で素早くオーダーをしてください。そうだよ、新京橋から行く。
平和を求める人なら誰でも参加できる行進です。核兵器のない世界のために一歩でも二歩でも一緒に歩きませんか。昨年の国連総会で核兵器禁止条約の交渉会議を開く決議が加盟193カ国のうち113カ国の賛成で採択されました。広島長崎に原爆が投下されてから70年以上経って初めての歴史的なチャンスです。会議は3月と6月、7月に行われます。これに対し一握りの国が禁止条約に反対していることが問題です。核兵器の非人道的被害を体験した被爆者の皆さんは再び被爆者を作るなと訴えてきました。全世界に核兵器禁止廃絶を呼びかける被爆者国際署名への賛同を広げましょう。皆さんこんにちは。原子爆禁止国民平和大行進です。平和を求める人なら誰でも参加できる行進です。核兵器のない世界のために一歩でも二歩でも一緒に歩きませんか。日本は唯一戦争で核兵器を使われた国です。核兵器禁止条約を作るため戦争に立つべきです。しかし日本政府は昨年の国連総会で核兵器禁止条約の交渉会議を開くことに反対しました。逆に核兵器の増強を表明しているアメリカの核の傘に頼り続けています。これはアジアの平和にとっても危険です。日本政府は憲法に沿って外交・安全保障政策を抜本的に切り替えるべきです。ノーモアビキニ、ノーモア福島。
ノーモアウォー、核兵器なくそう、核兵器いらない、政府は条約賛成を、政府は条約賛成を、憲法を生かそう、九条を守ろう、戦争嫌だ、命が大事、基地を作るな、平和がいいね、原発なくそう、自然を守れ、命は宝、ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモアビキニ、ノーモア福島、ノーモア被爆者、ノーモアウォー。レムさん、あるとしたら真ん中の右の真ん中の回数はね、ちょっと乗ってみます。朝ごはんに行く。モーリン。行進団の皆さん、次の信号を左折すると東区役所です。暑い中ですけれども、もう少し頑張って歩いて、もうしばらくすると休憩になります。戦争法は廃止しよう。
止しよう。平和を守ろう。平和を守ろう。憲法を守ろう。憲法を守ろう。平和を守ろう。平和を守ろう。憲法を守ろう。憲法を守ろう。日本を戦争する国にするな。若者を戦場に送るな。若者を戦場に送るな。自衛隊を戦場に送るな。自衛隊を戦場に送るな。米軍基地は日本にはいらないぞ。米軍基地は日本にはいらないぞ。沖縄新基地建設反対。沖縄新基地建設反対。安保条約を破棄せよ。安保条約を破棄せよ。核のない世界を作ろう。核のない世界を作ろう。今すぐなくそう。皆さんお疲れ様でした。東区役所に到着いたしました。ここで休憩となります。大変皆さんの取り組みを進めていらっしゃることを心から敬意を表したいと思います。皆様ご承知のように今年72年目、原爆投下から72年目の今年、国連で多くの国々の参加賛同を得て核兵器禁止条約案が採択されました。被爆者の生きているうちに核兵器の禁止を見届けたいという強い願いが、世界社会を動かし、
多くの国々を動かした記念すべき年になりました、広島市も被爆者の皆さんと一緒に、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に向けて取り組んでおります。こうした中、皆さんが歩くという行動で平和運動を展開していらっしゃいますことは大変意義深いものがあるというふうに考えております。本日で大行進も最終日ということでございます。平和記念公園が間近にはなっておりますけれども、まずはこの場でご休憩を取っていただきたいと思います。そして、皆様が無事、平和記念公園まで歩き通されますことをお祈りいたしまして、激励の言葉とさせていただきます。では行進団を代表しまして団長の方から一言ご挨拶申し上げます。東区区役所の区長さん副区長さんはじめ、職員の皆さん歓迎の出迎え、お忙しい中本当にありがとうございます。この国民平和行進の最終日、先ほど府中町の原爆慰霊碑前から出発をして、平和公園まで歩いてまいります。この行進は被爆者の70年間二度とあのような広島長崎を繰り返してはいけないという被爆者の願いに寄り添って毎年こうして草の根で核兵器廃絶を訴えてまいりました。そしてそのこの活動が大変評価をされて、先日7月7日原水爆禁止条約が国連で採択をされました。本当に画期的なことだと喜んでおります。昨日から原水爆禁止世界大会国際会議が21カ国100人近い海外代表の参加のもとで、会議が始まっておりますけれども、この昨日の会議でも条約の採択、それからこれからの、発効に向けての取り組みなど本当に熱いたくさんの発言が続きました。私たちも被爆地広島の市議会として日本政府に一日も早い批准を求める決議が出せたらいいなというふうに思っております。被爆地広島の市議会としての役割を発揮していきたい、このように考えております。一日も早く日本政府本当に批准をする、もしくは非核の政府に変えていく、この運動をまた皆さんと一緒に取り組んでいきたいというふうに考えております。最後になりますが、7月7日のこの条約の採決の画期的な瞬間に一緒にその国連の場におりました日本共産党の大平義信衆議院議員、広島生まれ広島育ちの大平義信衆議院議員も今日こうしてみんなと一緒に行進団の中に交わって一緒に平和公園に行くということを報告をさせていただいて、私の挨拶をさせていただきます。今日は本当にありがとうございました。続きまして党首行進者を、代表して西田さんお願いします。おはようございます。東区役所の皆さん、どうも歓迎の迎えありがとうございます。ここは東区役所です。私の名前は西田、まさに西へ西へで、東京から夢の島5月6日に出発しまして、西へ西へ進んで、あとは平和公園がゴールで、もうすぐです。91日間長いようで短い、あっという間に終わったという感じが私の感想です。さて、区長のお話もありましたように、今年はこの画期的な核兵器禁止条約が国連で採択されて、いよいよ核兵器および戦争のない世界への
第一歩を踏み出したのではないかなと思っています。今全国では16府県の知事がこの条約に賛成されております。そして712の自治体である市町村長区長が賛成されています。この数をもっともっと増やしていって日本政府が一日も早くこの国連での核兵器禁止条約を批准するような運動を私たちは一日も早く進めていくのがこの平和行進の役目だと思っています。来年からはまたそういう新しい運動が始まりますけれども、皆さんと共にこの世界から核を一切なくして戦争のない世の中にしていきたいと思っています。最後に私いつも笠置徹さんの平和の暦、暦のように憲法9条を繰り返していこうという歌です。聴いてください。平和の暦。なんもない人々よ、歌え歌え歌え、私たちはピースオールマナーシガース、生まれてから70年、ちゃちゃちゃ、戦争更新団の皆さん、今から、10分間、こちらで休憩をしてですね、10時5分に、また隊列を組んでスタートしたいと思います。ご高齢で東区役所の中のトイレや、冷水器をお借りできるようになってますので、しばらく休んで、また出発の準備をしてください。東区の皆さんどうもありがとうございました。ではこれで、セレモニーを終わります。すべての都道府県で核兵器禁止の願いをつないで歩いています。今から72年前の8月6日広島、9日長崎にアメリカは原子爆弾を投下しました。たった一発ずつの原爆は一瞬のうちに2つの町を破壊しました。そしてその年のうちに21万人もの市民が尊い命を奪われました。かろうじて生き残った被爆者の皆さんは心と体に切ない傷を負わされながら再び被爆者を作るなと世界へ呼びかけています。後進団の皆さん、元気よく歌いましょう。ヘナヒラを採用です。
ここから渡ります。いいですかね。はい。いやいや、空いとる空いとるところを方針なんか横切るけ横切りおるけ、向こうから車がこれ。あー怒るねチャンスは一度やかと。全然か先に通さんか。ダメ、止まっとるの。奥へ。行っちゃおう。こちらが先に。銀座街は。こんにちは。電話更新でーす。はい、帰るよ、帰るよ。前に車がおるんじゃないの。平和を求める人なら誰でも参加できる行進です。核兵器のない世界のために一歩でも二歩でも一緒に歩きませんか。ありがとうございます。ありがとうございます。祝レシコール行きます。核兵器をなくそう。今すぐなくそう。戦争は嫌だ。戦争は嫌だ。戦争法反対。戦争法反対。原発も嫌だ。原発も嫌だ。青い空を残そう。青い空を残そう。青い地球を残そう。
平和行進最後まで頑張るぞ。核兵器がなくなるまで頑張るぞ。戦争がなくなるまで頑張るぞ。広島長崎を繰り返すな。原発の福島を繰り返すな。原発再稼働反対。原発輸出も反対。戦争法は廃止しよう。戦争法は廃止しよう。憲法を守ろう。日本を戦争する国にするな。若者を戦場に送るな。自衛隊を戦場に送るな。米軍基地は日本にはいらないぞ。沖縄新基地建設反対。オスプレイ天空飛行訓練はやめよう。安保条約を廃棄せよ。核のない世界を作ろう。広島を目指して共に歩こう。広島のある国でいきます。8月の青空に今もこだまするのは若き詩人の叫び、遠き被爆者の声、あなたに感じますか。地点にもう着きました。多分麦茶が、いやー緑が少なくなってるね。もっと木陰があったのね、天候橋が綺麗だったね。ありがとうございます。ただいま到着しました。確かに日陰が結構るな、ね、なくなっちゃった。
中学の時参加して、はい、この手際いいじゃん。すごい。初期のもとは2人ゲリだから市民権を得たい。体制に取り込まれたんだよ、うちらは。